あ、それかそれはピン。あー、ね、すごいよね。少し島で食べて。美味しそう。やったー。いいよね。もういいね。このさお酒を避けたいね。いつもありがとう。いつもありがとう。あ、なんか色やばい。見てほら。桃のスパークリング。なーちゃんがイタリアのお土産で買ってきてくれました。うん、おいしい。久しぶり、久しぶりなんじゃないこの。お久しぶりですが。いただきます。いただきます。よろしく頼む。はい、痛いのは大丈夫？でも結構これぐらいだったらいけるかも。強くなったじゃん。いや、そうなの。強くなったと思う。何でもさ、やってそうそうそう、簡単に挑むことが大事だね。お母さん、なんか子育てもさ、そういう感じしない？やってみなよみたいな、食べてみなよってさ、言った方がさ、何でもできる感じ。うん、確かに。変に過保護でさ、なんかできないよねみたいなって言ったらさ、本当にさ、何でもできなくてさ、なんなって、うん、でもさ、実際にさ、自分にさ、子供がさ、いたらさ、なんかさ、心配すぎてさ、なんか何でも心配しちゃうかも。なんか、まあそうだ、なんか、一人でどっかとか行かないでって思って心配にしようがない。何でも心配して生きてるからね。職場とかでよくやっちゃうんだけど、人に話しかける前に練習するのね。発表とかじゃなくて、ちょっと人に声かける前に、うん、何々さん、昨日の打ち合わせでこうなりましたよねって、本当にそれだけなのに、一回自分で、何々さん、昨日の打ち合わせでこうでしたよね、何々さん、みたいな。え、でもさ、それはおちょいさんはそうだね。お願いするときさ、口に出して言うじゃん。でも、自分で練習するときは口には出さないよね。そうだよ。それおかしくないですか。そうだから、でもさ、私とかにさ、喋、うん、りかけるならさ、練習しない、練習しない、すごい、すごい、すごい、それ私もやる。私は結構ちっちゃい頃からやってるかも。やるんだ。やるやるやる。あとなんか私が多分心配なのって、名前間違えたらどうしようっていうか、なんかもう隣とかでいたとしても、阿部さん、阿部さん、阿部さんみたいな、一回阿部さんって練習しないといけないみたいな。その失礼し、まずじゃあ阿部さんにこれを持って行って、うん、その後佐藤さんのところにこれとこれとこれを聞いて、みたいな、クロールしてるとこ見られたくないの。全部もうさっさって聞かれてるみたいな。迷ってるさところを見られたくない。なんか全体とかにそ、うん、めっちゃ仲いい子とかだったらさ、お土産買ってきたみたいな感じでさ、へいって渡せるかもしれないけど、でもお土産配るみたいになった時とかめっちゃ怖い。なんかやる時とかもう朝からそう、どうやって袋に、そう、分かる分かる、あの家出る前から始まってるさ、分かる。だから例えば箱のやつだったらバラして行った方が
花ピロそうだよね、から始めるからさ、ほんでずね、元気にしようじゃん、ね、絶対倒そうね、なんでなの本当だ、なでも絶対、でもさ、エレベーターのいるねって、もさ、あれがさ、症状外だったの、あれはね、蚊だったんだよね、違うとこからついてきたんだよ、絶対脱毛ね、あっ脱毛のはなちゃんに言いたかったんだよ、で、はなちゃんにはもうありがとうを伝えたくて、え、大丈夫だったってこと、結果そう、もう脱毛が脱毛が痛すぎるっていう話で、もう本当声を上げるほど痛くて、もうどうしたらいいんだろうみたいな、結構悩みを抱えたら脱毛は保湿だととにかく保湿だって言われたから実践しようと思って、この間行った時に前の日の夜、もうベベタベタでしょあの下足から下だったから、ボディークリーム塗り塗りオイル塗り塗り朝起きるじゃん、ベッタベタで出勤する、仕事終わりに行ったからね、その時ね、そっかそっか、ね、でも始まるまでにさ全部染み込んじゃう可能性があるでしょ、そうだよね、その直前が大事でしょ間違ってたな、やっぱり仕事終わり脱毛行き呼ばれお部屋に入り、じゃあ脱いで待っててくださいねって言われて、やったーそう、めっちゃ急いで化粧水ベッタベタ塗って、ニベアの青がベッタベタに塗って、でも待機してたわけで、はいじゃあ始まりましたって、痛くない、もう全然違くて、痛いの朝ない、もうないの、もうハナちゃんありがとうみたいな、私感動しすぎて、その日2人体制だったわけ、なんかもうラッキーじゃん、すぐにご機嫌よ、でもなんか裏返るときははいだって裏返って、あーもう今日最高みたいなって思ったら、あの看護師さん声かけられて、本日時間が余りますので、お尻も一緒にお尻しましょう、お尻はノーマークみたいな、お尻やった、でもやってくれるならやりたいしみたいな、え、やったの、大伝部もシャワシャしてもらったんだけど、もう元気はよく進んだんだろうね、二人でやってるからさ、時間余った余った、はいお尻はやるよ、なんかもう迷ったぐらい一回ちょっとトイレ行ってお尻塗り塗りね、帰ってきたらさベタベタだった、しかもさニベアの青缶だからさちょっと白くなったお尻真っ白にして帰ってきた、はなピロー、浅草でバタバタ時間なくて、でも話したかったんだよねみたいに言ってたのかな、あれはそれこそ人生のことかもしれない人生のこと、もうそう疲れるよね結局みたいなさ、そういう系の話だったかも、何に疲れた、それは砂地とかで話したか、もうさ結婚式も終わってさ、一旦さ休めるってなってんのにさ、次はさ家に子供に凝縮されすぎてない？20から30のさ、やるとか、まあ、人生イベント多すぎないみたいな、老後にもうちょっと撮ってて回してくれそうだね、あれだよね、人生が伸びちゃってるからしないんだよね、じゃあ70で終了ですみたいな、うん、70でもちょっと余らすんじゃん、確かに60ぐらいでいこうえ、でもそれめっちゃいいかも、60で終わりとしたら24まで部活でやる、で30までちょっとただの社会人自分時間30ぐらいから結婚かみたいな雰囲気になるわけ、30、35とか、うん、35ぐらいで決まった、でまあ早い人は40なる前ぐらいに子供を産み、まあ40ぐらいで産むのが普通みたいな、うんうんうん、確かにそしたらいいねそれ、めっちゃ良くない、でもさ逆にさ、その今の私たちのさお母さん世代
がさ、うん、こう優雅に過ごしてる時間がなくなっちゃうってことか、うん、40ぐらいで子供を産むって思ったらさ35まで逆に先に優雅な時間を過ごすみたいな、あのお一人様の時間で楽しむってことか、そう優雅先、今の世の中さ優雅な後になっちゃってるじゃん、先優雅困難死みたいな、あーそれの方がいいかもしたらさ若いうちにさ優雅え、でもさ、きっとだけどさ、優雅にできないだろうね、余裕だ、お金ないし、時間ないから。なんで人生ってこんなに難しくできてるの、なんでだろうね。花ピロあ、ね、ペントハウス、ペントハウス見終わりました、うん、見た、まだ見てないんですよね。もうね、見てほしいんだよ。ソウルで一番の高級マンションみたいなのね。エレベーターをこうパーティー会場に向かってスーッと降りたら、女の子が誰かに突き落としてくる。めっちゃ面白そうでしょ。前からそういう幼稚園母系、うんうんうん、何があったっけ。斉藤さんとか覚えてる、水木さん、ああ覚えてる、懐かしい、懐かしいよね、あれとか、なんだっけ、そういうさ高級タワマンの、待って待って、暮らしの彼女、山をなくした女神とか、めっちゃ覚えてる、めっちゃ甘くておいしい、あ、美味しい、食べよう、あのさ幼稚園生たちがさ虹歌うさ、虹が虹がそれに行くかって、耳の君、あの歌大好きっていうか、そうあの歌めっちゃ良くない、いい歌だよね、あの歌聞くの泣きそうになる、めっちゃわかる、いい天気、きっと明日はいい天気、ママたち世界って大変そう、うん、人付き合いも大変そうだし、まあ住みてもないんだけど、ま、住む未来もないんだけど、でもそのマンションか一軒家かみたいなさ、うんうん、やっぱりさ自分が育った家がいいと思うよね、家だよね、はなピロ最高に楽しい、やばいね、幸せよこの時間終わってたよ、どんな居酒屋での居心地いいね、こちらすぐこれが大好きなもの、小顔調整みたいなどう聞いてる、聞いてない伸びてるだけ、伸びてるだけ、さすがに可愛いから見せてあげよう見てー、かわいいね、超かわいい、虫の寿命ってどれぐらいなんだもんね、分かんないか、そんな殺されたら終わりだもんね、いや殺されるまでじゃないでしょあ、そっか、終わるね、それだとさ不死身ではね、ほぼ殺されるまでが寿命って、やだー、待って待って、怖いって見た、絶対やだ、殺されるまで死ねないってさ、不死身、それをさ、人間にしたらとしたらさ、やばいね、150歳ぐらいになったもん、早く殺してよぼよぼよぼみたいなえ、でもそういうさ、世界もありえない、ありえるよね、だからさ、身内がさ、殺すんだよ、だからさ、身寄りがない人は確かに見とってもらえない、うん、じゃあ身寄りがない人は逆に殺し、死ねないみたいなそれはそれで辛いわ、ちょっと食べよう、食べよっか、いただきます、いただきます、うわ、めっちゃ美味しい、ありがとう、ありがとう、サナちゃんのママきっと見てくれているだろう、いるだろう、いや、もうちょっと違う、うん、っていうかさ、ビーガンとか言ってなかった？言ってたもん、ちょっと調べたいよねえ、これビーガンなの？すごくない？これえ、バター使ってないってこと？うん、すごくない？え、小麦粉じゃないってこと？それは違う、ビーガンってビーガン？生ハムも美味しい、うん、うん、
全部美味しい。さすがにもういいかもしれないね。十分取った気がする。確かに。じゃあ、あとは楽しんでいこうと思う。うん。夜はまだまだ長い。では、この動画がいいなと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタン、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。トッピンバラリのプーって知ってる？知らない多分ね、うん、大喧嘩わかんないけど、なんかそのお話の終わりみたいな、わ、遠くわかんない、え、かわいい、なんか変なこと言ってるのかと思った。トッピンバラリのプーバイバイに。最後まで見てくれてありがとう。とてつもなくダラダラした動画になりましたが、こんなの私たちの幸せです。ではまた次の動画で、バイバイ。